板垣大輔の曽祖父、犬井正悟の墓、犬井正悟は、江戸時代中期の土佐藩馬回り役で、価格は、地行三百国。土佐の貴人。板垣大輔の曽祖父、意味名は、正相。陽名は、金四郎で、字は、竹衛門と称す。高知城下中島町の廃領屋敷で、 土佐藩士、犬井か助けじかての長男として誕生。母は、浅香彦の新商人の女。法歴7年8月15日、山内豊式の御代に総領を目見え応せつけられる。法歴10年12月26日、防府じ家だての後目を無双行くだし置かれる。法歴12年、江戸金番を応せつけられたが、ゆえあって願い立て祭り、代理の者を江戸へ勤務させた。 明和7年12月18日、叔父、中山美衣、兵衛秀信が、常々、柳井治おさむよと、音が仰せつけられたときに、監督責任を問われ連座して、謹慎を仰せつけられたが、2月6日に謹慎を解かれた。安永3年5月7日、火のお守りを仰せつけられ、江戸兵へ出張。天明7年、写資禁指令が発令され、寄港が始まる。 文化2年8月23日即居。犬いただしそうは、死性高価で、反骨の気概があり、当時の人を驚かせた気候が、土佐師団などに多く伝えられている。当時幕政は逼迫し、天明7年に、老中、松平定信は写真禁止を旨として、武士であっても籠に乗るのを禁止する、倹約令が出されていた頃、忠だしは、日頃から釣り釉を好み、 遠くまで籠に乗って、出かけるのを趣味としていたが、突然の禁令によって当惑した。そこで、ただしそうは一計を案じて、従者数名に小舟を担がせ、自らはその船の中に乗って、釣り場まで出かけさせ、町行く人がこれを見て咎めれば、これは籠ではござらぬ。舟でござると答えたという。ただしそうの娘の婚礼の時、 金県令が発令されていた時よであったので、今回は、本具の豪華になることを避けて、互いに風呂敷包みに収まる程度にしようと取り決めをした。ただし、そうは快諾したが、果たして婚礼の日に、唐揚げは、タンス、長持ち、ハサミ箱、手桶、たらい、兄弟、下駄箱、雨具などの婚礼用具一式を、すべて巨大なカモミ入りの風呂敷包みで覆って、行列をなし、 果ては、花嫁の乗った籠までも、大風呂式で包んで送り出したため、土佐の人は、大変驚いたという逸話がある。ただし想は兵学に詳しく、古今東西の標本書を集めて、その投射せる書簡は、累積して数別に密という。この書籍は、創尊の大助の代まで受け継がれ、大助は、 子供の頃からそれを読みあさり母親戦役の際、大いに軍略の参考になったという。当時から家の屋敷は、北西が、家老の屋敷に向かい合い、その向こうには、高知城天守閣を望むことができた。ある時、家老は、旧港湾の眺めを一望できる、よう二階建ての楼閣を建てたが、たまたま、家ら家の隅に置いた松の大木があって、眺めを遮っていたため、家老は、 唐ら家に使者を出して、枝の剪定を依頼した。ただし僧は、大勢の次第、おもっともにありいず。彼の松は、平素、拙者の愛部するところなれど、老職立つてのおぼしめしゆえ、早々に魚つかまつらむと答えたので、使者は、喜んで帰参した。翌日、ただし僧は直ちに人を雇って、松を根幹より切り倒した。過労はこれを聞き、 ただしうの平勢の頑固さから考えると、松の枝を切ることを承諾することさえ不可思議であるのに、なんと根元から切り倒してしまったというではないか。何か根端がなければよいがと内心恐怖におののいた。果たして数日後、ただし宋の死者が過労の屋敷に来て、拙者は朝夕天主閣を擁拝し、緩急の際、武芸暴行を怠らぬ、よう重心。 剣撃の試練を心がけしところ、近頃、老職が老角を立てて、長望を塞いでしまった。このままでは、武芸鍛錬の遮りとなり、殿への姿勢を欠くことになりかねないので、申し訳ないが先日、老職の申し出に、拙者がすぐさま従ったのと引き換えに、邪魔な老角を壊してくれないでしょうかと言った。過労は驚愕し、これは、一本取られたと言って、 ついに老格を自ら破却したという逸話がある。板垣大助のひいばば、犬井正里静馬の墓。ありがとうございます。